川崎幸いクリニック神経内科武井直樹です。脳の中心部、脳幹部にある中脳の黒質という部分の神経細胞が変性する病気です。黒質で作られる神経伝達物質のドパミンが減少し、神経の伝達に障害が生じ、手足の動きが悪くなったり震えたりする症状が現れます。なぜ黒質の神経細胞が減少してしまうのかはまだ分かっていません。しかし複数の遺伝因子、環境因子、加齢など様々なリスク要因が重なったときに発症し、細胞内のミトコンドリアの障害が関わっているという説が有力です。高齢化に伴い患者さんの数は増えており、現在日本では15万人以上と言われています。50から60歳代で発症し、70歳以上では100人に1人くらいと多く見られます。40歳以下で発症する若年性パーキンソン病の方は約 10% です。パーキンソン病はほとんど遺伝しませんが、遺伝が強く関係する家族性パーキンソン病の方が 5から10% いらっしゃいます。運動症状と非運動症状の2つに分けられます。まず運動症状には4大症状があります。安静時に手や足などが震える、心旋、筋肉がこわばり体がスムーズに動かなくなる、筋拘縮、動作の開始が遅く動きがゆっくりで小さくなる、無動、体のバランスが取りにくく転倒しやすくなる、姿勢反射障害、以上の4つです。その他に瞬きが少なく無表情になる仮面様眼帽、小声で抑揚が小さくなる高音障害、字が小さくなる小字症、前かがみで第一歩が出にくく小刻みで突進しやすい歩行障害などがあります。次に非運動症状としては便秘、排尿障害、立ちくらみなどの自律神経症状、うつ状態、不安などの精神症状、入眠障害、むずむず足症候群、レム睡眠行動異常症などの睡眠障害、嗅覚障害、筋肉痛などの感覚障害、注意力低下、意欲低下などの認知障害などがあります。なお、パーキンソン病と似た症状を示す疾患群を総称してパーキンソニズムとかパーキンソン症候群と言います。まず問診と神経学的診察がとても大切です。一般の検査で異常を見つけることは困難ですが、血液検査や頭部 MRI 検査などで他の病気を鑑別する必要があります。鑑別診断としては脳血管性パーキンソニズム、薬剤性パーキンソニズム、特発性正常圧水頭症、レビー小体型認知症、進行性拡張性麻痺、多系統萎縮症、その他多数あります。特殊な検査ですが、MIBG 心筋シンチグラフィー、ドパミントランスポーターシンチグラフィー、ダットスキャンなども診断や鑑別に有用です。また、治療薬のレボドパを内服してみて、自覚症状や神経所見の明らかな改善が見られるかどうかを確認する診断的投薬も助けになります。大きく4つの治療法があります。薬物療法、手術療法、遺伝子治療や再生治療、リハビリテーションの4つです。まず薬物療法ですが、これが一番基本的な治療法です。進行をできるだけ遅らせること、症状を軽減し、少しでも日常生活の障害を改善させることが目標です。現在、薬物治療薬は不足したドパミンを補充するレボドパをはじめ数多くあり、治療のガイドラインを参考にしたりしていますが、一人一人に合ったオーダーメイド治療がとても大切です。次に手術療法ですが、現在では脳深部刺激療法 DBS が主流です。これは脳内に電極を埋め込み、微弱な電流を流すことで症状を改善させる方法です。体の外にスイッチがあり、症状が起こったときに作動させて症状を止めることができます。ただし、手術療法が適さない場合があります。それはパーキンソン病以外のパーキンソン症候群の方、高度の認知症、脳萎縮、うつなどがある方、75歳以上の高齢者の方などです。3つ目の治療ですが、遺伝子治療は
ドパミンの合成に必要な酵素の遺伝子を患者さんの脳に注射で注入する方法です。再生治療はES 細胞や iPS 細胞などからドパミンを分泌する神経幹細胞を作り脳内へ移植する方法です。2018年10月から京都大学で iPS 細胞を使用し臨床試験が開始され継続中です。最後にリハビリテーションですが、運動療法、作業療法、言語療法、演劇訓練、音楽療法などがあります。リハビリテーションはできるだけ早く始めることが大切で、薬物療法と同じぐらい重要です。毎日続け楽しく行うことがポイントです。毎日歩くだけでも違います。まず社会的支援を利用することをお勧めします。特定疾患医療費助成制度、身体障害者福祉法、介護保険制度などです。医療費の自己負担分の一部が助成されたり、経済的に支援を受けることができます。また他のパーキンソン病患者さんやその家族と交流し情報交換を行うことも有益です。情報が氾濫しており中には間違った情報もありますので、正しい情報の入手が大切です。全国パーキンソン病友の会や難病情報センターなどを活用するのがよろしいかと思います。パーキンソン病は適切な薬物療法と十分なリハビリテーション、そして何よりパーキンソン病を受け入れ前向きな気持ちでいることで天寿を全うできる病気です。パーキンソン病を恐れず、何か気になることがありましたら早めに受診してください。